でまあ、ストレートについてやっぱり教えてほしいっていうのは前から思ってたので、まあ、すぐ一番やっぱり自分の何て言うんですか、代名詞っていうか持ち味にしたいって思ってるんですけど、まあ、やっぱりまっすぐってなったらやっぱり一番最初にどのプロ野球選手も絶対藤川球児さんの名前が出てくると思うんで、すごいなと思いました。話も聞いてみて、そうですね、やっぱりストレートにこだわって最近キャッチボールとかもいろいろやってるつもりでしたけど、まあまだまだ藤川さんの話聞いて、まあ、やっぱり、まあ、ピッチングについてもそうですけど、やっぱストレートに対する考え方はまだ甘いなと思ったので、まあ、これからプロでずっと一軍で活躍できる武器として、まあ、しっかり磨いていきたいなと思います。とりあえずコロナになってしまって、たくさんの人に、まあ、迷惑もかけましたし、ご飯運んできてくれたりとか、ホテルの人とか、まあ、保健所の人にはすごい感謝してるんで、まあ、そういうのを活躍して、形、プレーで見せれれば一番いいなと思うので、まあ、これからちょっと、だんだんペースを上げていきながら、しっかり、一球一球集中して投げて、結果に結びつくように練習したいなと思います。